はい、皆さんこんにちは。サカキャッチでございます。11時半ですね。2月は26日の日曜日でございまして、この部屋13度、千代田区は9度で、今日はちょっと寒いですね。まだ日は照ってるんですけどね、手がかじかんでます。行きましょうか。これは昨日の夜20時13分に産経新聞に出た記事で、こういうのがございまして、岸田おろし、機運なく、消極支持背景に安定、飛行という、なんかね、岸ちゃん、安定飛行ですね。もう別にむちゃくちゃこう安定感はないんですけど、安定してるということですね。4月の統一地方選や衆参の補欠選挙を前に、岸田文雄内閣の支持率は伸び悩んでいるが、25日の自民党全国幹事長会議が不満の声で大荒れになることはなかった。一因となっているのが安定した党内政局だと。ポスト岸田候補が現れず、逆に首相は有力者に配慮を重ねて取り込んでいる。首相への消極的支持が政権の低空安定飛行につながった。低空安定飛行ってあんまりね、記者にとってはね、嬉しくない言われ方でしょうけどね。次の世代に希望あふれる明るい日本を引き継いでいくためには安定政権の維持強化が不可欠だ。茂木敏充幹事長は25日、党青年局、女性局などの合同会議でこう述べ、同席した首相が看板政策に掲げる少子化対策や経済再生に注力する考えを示した。政調会長や外相を歴任した茂木氏は有力なポスト岸田候補だが、今は麻生太郎副総裁と共に首相を支える姿勢を鮮明にしている。まあね、以下こう書いてありますけども、なんていうか、対抗馬が、有力対抗馬がいないというのがですね、一番の原因。しかし、それも情けない話ですね。その茂木さんという方はですね、その形成会やったかなを率いていてですね、まあそれなりのですね、どう言いますかね、仲間がいるはずなんですね。でもこの方は本当にこうあれです、人望はないらしくて、その人望がないということをですね、私程度の人間まで知ってるわけでして、そこが一番の問題でしょうね。だから政治家の中ではですね、本当に嫌われてる存在だそうでございまして、まあそれでも一応派閥の長ですけどね。特に役人に嫌われてるみたいですね。何回か大臣やってますけど、そのですね、大臣をやるとね、その省はですね、その省の役人たちは自分の応援団になるはずなんですよ、普通政治家というのは。ところが応援団ではなくて敵対勢力になってるわけですね。そこがやっぱり弱いところではないんでしょうかね。もうそのやたらと偉そうにする、どんな人をどなたにするらしいですから。別にいつも思うんですけど、人どなる人いるでしょ。こうサラリーマンでも経営者でも政治家でもいるんですよ、やたらと人どなりつける人って。それ費用対効果を考えるとね、いやコストパフォーマンスを考えるとですね、どなったことで得られるメリットとデメリットを考えたら、大体デメリットが大きいはずなんですよ。つまりやらん方がいいということですね。目的を達せられるかもわからないけど、ね、そう一瞬相手をひるませるということにおいて、目的を達する、一瞬の目的を達成できるかもしれませんけども、長い目で見たら、そんな、得なことはなんもないわけですよ。だから、怒鳴りまくってる人というのは、いまいちですね、人望がないんで、あれですね、本来のその人の実力のだけの成果を得られていない人生でね、人が多いような気しますね。なんで別にこう相手をに言うことを聞かせるために怒鳴るというよりも、もっと賢い手段はいくらでもあるわけでございまして、それをやるというのはむしろアホなことです。それアホなことをやってるということを、日頃からそれをやってるということは、やっぱり人望が なくなるということですね。でここに相関図が出てますけども、岸ちゃんですね、と茂木敏充さんと麻生太郎ちゃん、
麻生太郎ちゃんはもう終わった人です。次の選挙は多分出てこないですね。でその麻生派の中のですね、なんて言いますかね、ナンバー2というか、まあ、河野太郎ちゃんがいるんですけども、この河野太郎ちゃんも派内ではですね人望はないらしいですね。突破力とかいうことを言われますけども、確かにねこうどん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 仕事を前に進める能力はあるんですけど、今あれやってますでしょ、マイナーカードの推進っていうで、割とこうマイナーカードを取ったらですねお金もらえるみたいな、マイナポイントもらえるとみたいな、まあなんていうかこうやり方としてはですね、まあ浅ましいというやり方ですけども、まあガンガン推進してるという点ではですね、まあまだ閣僚としてね、一位閣僚として相手にやらしとこうみたいなところまではいけるんですけども、その次まではいけませんね。だから2年前のですね総裁選でですね苦渋をなめましたね。高市にですねこう差をつけられたりしてましたね。で本来ですね安倍派からですね、次の総裁候補が出てこなければいけないんですけど、安倍派まとまってませんで安倍さんが一番可愛がってたのがですねこの萩生田さんですけども、この方いまいちそんなあれなんですよ。あれにも関係しました、統一教会にも名前が挙がってました。で八王子が地元なんですけど、いまいち選挙弱いんですね。で、この旧安倍派にはですねこの他には西村とかですね松野とか、まあ、ぐちゃぐちゃと小物がいるんですよ。で俺がって言うてるわけですよ。だから安倍派がまとまればね、この萩生田さんなんかはですね出てくる可能性あるんですけど、全然まとまっていないということですねだからですね、まあまあ要は次はこの人みたいなのがいないいないし、今後育ってくるかなというとですね、今のところその感じがしないわけですね。でまあ呼んで岸さんがねこう選ばれたのもですね、もうこいつしかおらへんかという、そういう非常に消極的な最後のですね、まあまあとりあえずという感じで選ばれましたよね。でまたとりあえずというようなことしかしてませんよねこの人ねなんで大きな失点はないんですけど、まあ国民の期待はもうすでにしぼんでしまって、で増税とか言うてるでしょ。まあ大蔵省って財務省か、今は財務省に取り込まれているというこうカラーが濃厚ですよね聞く力とかってアホなこと言ってましたけど、財務省から聞く力でしょそれはでそのうちこれ財務省の操り人形ですから、増税とか言い出したらですねその次の選挙は自民党負けるんですよ。負けるっていうか、まあ、議席を減らすんですよ。政権を失うかどうかって多分失いませんけどね。だから弱っちい政権になるわけですよ。選挙で負けて、なんとか公明党のおかげで、あるいは維新まで引っ張り込んで、過半数を取るというようなことになると、ものすごい弱っちい政権になって、そうなるとですね、外国にも舐められたりするわけですね。だから、岸さんね、もうちょっとね、なんて言いますかね、こう、もう力強い、安定感っていうのは欲しいんですけど、ちょっと無理ですね。こう政治政界人材いなさすぎはほんまにちゃんとビジョンがあって、なおかつ手腕があって人望があるというような人がいなさすぎですね。まあこの前の菅さんもそうですけど、岸田もビジョンのない人でしょ。じゃあ茂木や萩生田がビジョンあんのかって言ったらですね、そういう感じはしない。河野太郎ちゃん なんかありそうですけど、こいつちょっとあれなんですよ、リベラルすぎるんですよ自民党にしたら。なんせ親父が傭兵ですからね、もう日本の国を貶めたと言ってもいい張本人ですからね。その親父に対して否定的な発言をしませんからね、こいつね。なんで、こいつがなるとかなり怪しくなると、日本はね、と思います。まあ、民主党に比べればマシでしょうけどね。民主党って、まあ今は立憲民主党ですか、に比べればマシでしょうけども。ということで、妙な安定感がありますよって。でもね、統一地方選挙で、なんていうかこう、悪い結果を出した場合には、また政局ということはありえますよ。
だからこの奇妙な安定感はそのどしっとした安定感ちゃいますから、何かちょっとしたこと、例えば補欠選挙で負け続けるとかね、そのまあ負け、まあ和歌山も山口も負けるわけないか負けるわけないですね、まあそういうことがあるとですね、ちょっとあれですね、ガタガタガタと崩れやすいということでもあります。この産経新聞のアドレス一応貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。